アメリカの州立刑務所の前に集まる群衆たち、およそ1000人。彼らがここにいる理由、それは俺、テッド・バンディの死刑執行を見守るためだ。午前7時16分、俺は死んだ。俺の死が伝えられると、刑務所の前の群衆たちはお祭り騒ぎをした。きっと全米が連続殺人犯である俺の死を待ち望んでいたのだ。しかし、俺が死してなお、全米を震撼させることになるとは、その時は誰も知らない。1974年7月14日、アメリカのシアトル郊外、深い森を進むハンターたちは骨を見つけた。動物の骨か？いや、ちょっと待て、頭蓋骨がある。人の骨だ。警察が調査をすると、その骨は3ヶ月前に同じ湖で行方不明になった2人の女性の骨だと判明した。これはやばい事件な気がするぞ。シアトルを皮切りに6つの州で次々と遺体が発見されることになる。被害者に女性ということ以外の大きな共通点はなく、警察は捜査に苦戦した。俺の手口はこうだ。まずギプスなどで体が不自由なふりをし、好みの女性に助けを求める。すみません、腕が使えなくて。車まで運んでもらえますか？はい。自慢の甘いマスクを使い、車まで誘う。そして女性が車に乗り込もうとし、隙を見せた瞬間、後ろからバールで一撃と、こんな感じだ。時には学生寮に忍び込み、ベッドで眠る女性を狙い、二人を殺害した。その後は人里離れた場所に死体を運び、好きなだけもてあそんだ後、埋める。こうした手口で、俺は自分の好みである長髪でセンター分けの清楚な美人ばかりを欲望のまま狙い続けた。だがある時、俺は突然捕まった。俺の車から被害者の毛髪が発見されたのだ。2年間独房に閉じ込められた俺だったが、常に脱出の機会を狙っていた。そして警官の目を盗み、独房の照明を外して開いた穴から脱獄してやった。俺は IQ が160ある。警察なんて簡単に騙せる。その後2ヶ月の間、俺は再び好みの女性を狙い、3人を殺害した。もう30人を軽く超える女性を殺害している。連続殺人が世間で明るみになると、全米は恐怖で震撼した。だが警察は想像以上にしつこかった。指名手配されていた俺は盗難車に乗っているところを見つかり捕まってしまう。俺の連続殺人はこれで終わりを告げた。さて、まさかこんなことでこの俺がおとなしくなるわけがないだろう。俺は裁判の日、全員の前でこう言ってやった。俺の尻尾を握った？起訴しても無駄さ。無罪は申し立てる。俺は弁護士を立てず、自分で自らを弁護することにした。もともと大学で法律や心理学を学び、ワシントン州知事の補佐をしていた秀才だ。さっきも言ったが、 IQ は160、頭の出来が違うのだ。一貫して無罪を主張した俺は裁判長とやり合ったこともある。もうたくさんだ、法廷を出る。座りなさい。勝手な真似は許さない。見せ物にしたいのか？だったら抵抗してやる。筋書き通りにはいかないさ。これ以上裁判を妨害したら、君の退席を命じて裁判を進行する。俺にも権利があるはずだ。俺に向かって指を指すな、若造。次第に俺には社会に反抗するカリスマとして若い女性のファンがつくようになった。30人もの若い女性を殺した俺にだ。俺は子供の頃、母と一緒にシアトルの祖父母のところに引き取られた。お母さんじゃなく、ちゃんとお姉さんと呼びなさい。分かったよ、ごめんなさい。そこでは祖父母を両親、実の母を姉と呼ばなければならないというねじれた関係を強いられた。幼い頃の俺は愛情も受けず虐待され、コンプレックスの塊だった。しかし次第に身長も伸び、甘いマスクを手に入れ、大学は名門のワシントン大学に進学した。周りの視線は全て俺のもの。だからこそ裁判でも負けるはずがないと思っていた。しかし事態は急転する。学生寮に忍び込み、2人を殺害した時の目撃者が現れたのだ。彼女は俺が犯人だと主張する。それでも俺は無罪を主張した。だがそれももう終わりとなった。学生寮で殺害した女性の死体から俺の歯型が発見されたのだ。もう言い逃れをすることはできず、俺は死刑を言い渡された。死刑の執行日は追って通知される。刑の執行は電流を用いて行うものとする。そして君が死に至るまで電流は君の体を流れ続ける。この事件は本官が経験したうち最も人間性の荒廃した恐ろしい悲劇である。君は頭がいい、優れた弁護士になれたものを道を大きく誤ったな。残念だよ。分かっているだけで君は36人の女性を殺害している。だがテッド、
本当は何人殺したんだ。もうこの話は終わりだ。5、4、3、2、1、デッドバンディに死を。翌日の新聞の一面には、殺人鬼は微笑みを浮かべて死んだという見出しで、俺の遺体のカラー写真が掲載されたという。その異様な姿が再び全米を震撼させた。